はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。いかがお過ごしでしょうか、えー、本日は11月23日、えー、祝日でございます、えー。何の日かと言いますと、勤労感謝の日っていうことなんですよね。で、3連休ということで、ね、同日月、えー、勤労感謝の日ということで、お休みということでございます。 それで、まああの、我々結構ね国民の休日祝日っていうのはあの年間通していろいろ多くあるんですけれども意外とね、えー、その日が何の日かと、えー、いうことを考えたり、まあ、それに見合った過ごし方をしたりっていうことは意外と少ないんじゃないかなとも私もそうなんですよ。 なんだけれども、今日は勤労感謝の日ということなんで、なんでこの11月23日が勤労感謝の日なのかなっていうことをちょっと調べてみたところ、結構意外なことがわかりました。まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私は知りませんでしたね。うん。あの、もともとは祝日だったんですけども、勤労感謝の日ではなかった。 ですねえー、何の日だったかっていうと「新嘗祭」という日だったということですね。祭、えと、ー、いうのは何かというとこれは本当に古いうん祝日でありあの行事でありっていうことで要するにあの農作物の収穫を祝う日、えー、豊作だったということをお祝いしてでその農作物をあの天皇陛下に、えー、献上すると。 いうようよな日だったわけですねでそれを「新ーナメ祭」と言って、えー、戦前までは太平洋戦争までは国民の休日だったわけです。日にちは11月23日は月ところがあ、まあ、敗戦をしまして太平洋戦争負けて、まあ、GHQ が入ってきて。 それで、えー、天皇陛下が絡む、関係するものは廃止だというようなことになり、えー、では、この祝日をどうすればいいかということが、まあ、検討されてで、結果的にですね、えーまあ、こちらは農作物に感謝する、豊作を感謝に感謝するっていう日だったので、まあ、感謝という,の、ねえー、いう意味は残し。 そして、まあ、これから、まあ、戦後復興ということだったんじゃないかと思いますね。もう、だから、まあ、農業というよりも、まあ、勤労、働くこと全体に感謝する日っていうことになり、まあ、勤労感謝の日というふうに制定されたということのようです。はい。えー、全然知りませんでしたけれどもね。はい。まあ、そんなことで、えー、勤労感謝の日ということで、えー、お休みなんですけれども、 まあ実際どうですかね。私は、まあ、こんな仕事してるので、今日もやらなきゃいけないことが結構あるもんですから、まあ,あ、外へは出かけませんけども、自宅でいろいろ仕事をしなきゃいけないということで、まあ一日仕事を働きたいと思います。<laughs> えちょっとリラックスはね、できないんですけれどもね。えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まああのー 普段のね、えー、仕事の疲れを癒してリラックスできる人もいらっしゃると思うし、ああ、自分も同じだよ、もう働かなきゃいけないんだよ、仕事だよっていう人もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。あのー、まあ、お互いに頑張りましょう。ね。えー、ということで、まあ、勤労感謝の日なんですけれどもお、お仕事のある人はお互い頑張りましょうというところでございます。えー、今日は勤労感謝の日の意味について考えてみた次第でございます。 はい、えー、今日のところは以上です、えー。よろしかったらいいねボタンですね。それから、あのー、もしまだの人はあ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上でございます。